心診療所チャンネル。ご質問にお答えします。今回はうつ病は甘えですかについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回お受けしましたご質問はうつ病は甘えですかになります。まずシンプルな答えとしては、これは甘えではありません。脳の不調ですということをお答えします。まずうつ病とはということを見ますけれども、これは落ち込みや意欲の低下などが続く脳の不調ということになります。脳のセロトニンという物質の不足がそのうつ病に関与しているというふうにされます。薬、休養、精神療法、これが治療の三本柱ということにされます。うつ病と脳の状態というところを振り返りますと、先ほど薬と申し上げましたが、うつ病には脳のセロトニンを増やすと言われる SSRI という抗うつ薬が有効とされます。これはうつ病の時、その脳のセロトニンが不足しているということがあって、それが戻ってきたということで改善するというのが背景にあります。裏を返せば、うつ病が脳の不調というところである根拠の一つになると思います。そして甘えとの違いというところの大きい点としては、やりたいけどもできないというところです。例を挙げていけば、動きたくても動けない、気分転換したくてもできない、会社に行こうとしても体が反応が出てしまっていけない、こういったことになってきます。甘えだとやりたくなくてやらないということになるので、ここは明確な違いになります。ここまでをまとめると、うつ病は脳のセロトニンが減るなどの脳の不調でありまして、やりたくてもできない状態になる、だからこれは甘えとは違うという答えになります。ここでご質問を受けます。ではどうして甘えと言われるんでしょうかということです。まず答えとしては、見た目ではなかなか見分けがつきにくいからということになります。うつ病、いろいろな症状がありますけれども、確かにいくつか甘えと思われやすい、間違えられやすいという症状があります。例を挙げると、まずはだるい、動けない、これは動けないなんですけども、動かないというふうに誤解されてしまうことがあるかもしれません。2つ目は億劫、意欲の低下、何もやる気がしないという状態です。やる気がしないというのは、やる気が出てこないということなんですけども、人によってはやろうとしていないというふうに見られてしまうことがあるかもしれないと。3つ目としては、いわゆる愚痴が出てしまう場合があります。これはいわゆるうつの症状の、否定的思考、物事をマイナスに捉えてしまうという考えから来るものなんですけれども、愚痴に関して言うと、受けた方がやっぱり心理的なダメージを受けたりしますので、なおさら甘えと見られてしまいやすいということはあるかもしれません。ここに関しては、何とか理解をしてもらうという必要があると思います。で、ここで甘えと見るような偏見というところがあるわけですけれども、この偏見、大きく言うと2つあります。1つ目はもう固まった偏見、もう一つが、嫌な経験を受けてそういう考えになったというものになります。順番に見ますけど、まず一つ目、固まった偏見です。これはもう例えば、うつは病気ではないという考えであったり、もううつになるのは弱いからだ、いわゆる優性思考的な考えというのは人によっては持つことがあります。ここに関してはなかなか個人レベルの変化は難しいと思います。もし変化をするならば、もう社会レベルで、世論レベルでの変化がもう一段階進むということが、時間もかかりますけど必要になってくるかと思います。2つ目の嫌な経験からというところです。例えばですけれども、うつ病の人に長々と愚痴を言われたとか、うつ病の人の休職で逆に仕事が一気に増えてしまったとか、あとうつ病の中でイライラが目立つ方もいます。うつ病の人にイライラをぶつけられたとか、こういった嫌な経験をして、あ、うつ病はっていうふうに思ってしまった方、こういった場合の方もいらっしゃいます。なかなかやっぱり実際嫌な思いということがあると、そのことに対してプラスに考えるということはやっぱり難しくなってしまうことがあります。ここは結構大事なポイントですということを踏まえた上で、ではこの甘えだと言われる偏見にはどういうふうに対処したらいいですかということですけれども、一番大事なのは、いわゆる中間層を味方につけることが大事というふうによく申し上げます。どういうことかというと、うつ病に対してどういう思いを持っているか、うつ病を理解してくれる支持層の人もいます。逆にもう強い偏見、先ほどの固まった偏見のレベルの方いらっしゃいます。もう固まった偏見だと、もう修正難しいんで距離を取るしかなかったりすると。で、この2つの間にあるのが、いわゆる中間層の人たちです。うつ病に対していいとも悪いとも思っていない、ただどういうふうに関わるか、どういう経験するかによってそれは変わってくるということになります。ここの人たちにうつのことをしっかり理解してもらうということがやはり大事だと思っています。ではそのためにはどうすればいいですかというご質問です。できる対策としては、大きく言うと、その甘えとは違うということを行動で示していくということなんですけれども、具体的に3つ挙げます。1つ目は、本当にできないことと実はできることを分けるというところ。
2つ目が人に当たらないというところ、3つ目が経験を還元するというところになります。1つ目、本当にできないことと実はできることを分けるというところです。うつ病の偏見が出る背景として中にはなんですけれども、本当はできることも、もううつがあるって背景があるんでついできないって言っちゃったって人は中にはいらっしゃるとか、そういうのを見てしまうと、あ、やっぱり甘いのかというふうに思われてしまうリスクがあります。なのでここはやっぱりしっかりやっていく必要があります。相手は見抜きますんでしっかりやる必要があります。できることとできないことはもうしっかり分けて、できることはしっかりやる、でもやっぱりうつ病のためにできないことはあります、それはもうできないのでできないですよとしっかり言うと、そこはしっかり分けることが大事だと思います。二つ目が人に当たらないというところです。やっぱり他の人助けようとする人に関しては辛い人は助けようとするんですけども、自分に実害を与える人を助けようとする人ってやっぱりあんまりいないと思います。なのでうつ病の症状はいろいろあるんですけども、その中でどうしても人に当たったり人にネガティブなものをぶつけるっていうところに関してはなるべく減らしていきたいんです。誤解を受けないためになるべくそこだけは減らしていきたいというのがあります。3つ目が経験を還元するというところです。うつ病が改善して、復職したりして再燃を防ぐということはまず大事なんですけど、そういうふうにして社会生活していくと実は会社の中などに他にうつで悩むという人が少なからずいらっしゃったりします。ここにおいてうつの経験を生かせるチャンスです。自分の経験からいろんなアドバイスが、経験積んだからできることがあると思いますので、それをしていただけたらと思います。今回はうつ病は甘いですかということで見てきました。うつ病は動きたくても動けないことが多い、セロトニンの不足など脳の不調があるものになりますので甘いとは違うものになります。一方で偏見は根強いところがあります。その対策として重要なのは中間層を味方につけるということです。そのためにはできることと本当にできないことを分けること、人にはなるべく当たらないようにするということ、そして改善した後その経験を他の人に還元していくというところ、これが大事になってくるかと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。